激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、というわけで今回はですね、東京都多摩市にありますカツ丼のカツサと多摩センター店に来ております。今回ですね、このカツ丼から、お、激辛カツ丼かと思いきやですね、今回カツ丼ではありません。なんとですね、こちらのカツ丼のカツサとにでですね、期間限定で激辛ラーメンがあるということで今回やってまいりました。でですね、まあ激辛唐揚げですね、激辛唐揚げラーメンということで、辛いスープの中に唐揚げをぶち込んで、いうね、ちょっと期間限定の激辛メニューになります。今回ここに挑戦していきたいかなと思います。でね、まあカツ丼屋だけあってね、非常にね、このラーメン専門ではね、このカツ丼がすげえ美味しいということで、ね、これ愛知が発祥なんですけれども、日本全国にいろいろこのカツサと、ありますんでね、ぜひ、この動画を参考にして激辛ラーメン、またはですね、カツ丼を楽しんでみてください。カツ丼すげえ美味しいらしいんで。はい、というわけで、ね、行った人の感想を見ていきましょう。カツサと限定激辛唐揚げラーメン、帰り道の近くのカツサとの旗に激辛ラーメンの文字を発見、思わずイン。スープの見た目は赤くて辛そうだが、どちらかといえば山椒のしびれの方が勝って、あまり辛くないので余裕の簡易ということで、おいおいおい、激辛ラーメンなのに辛くねえってどういうことだと。まあ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 、うま辛程度の辛さかなと思うんでね、早速中に入っていきたいかなと思います。それでいきましょう、レッツゴー。はい、というわけで早速中入ってきたんですけど、こちらありますね、ポップ激辛唐揚げラーメンということで、サクサクの衣の唐揚げに四川山椒のしびれが締める辛さが病みつきになるというところがありますけども、非常に美味しそうですね。で、まあね、これ辛いのが苦手な方はですね、この味噌チキンカツラーメンということで、辛さがない、苦手な方でも挑戦できるようなメニューありますので、苦手な方はこっち食べるようにした方がいいかなと思います。ではお待ちしましょう。お待たせしました。美味しそうですね、気持ちいい。いただきます。カツサトさんの激辛から揚げラーメン、お手並み拝見です。こんにちは。さあ、まずスープからいきましょう。いただきます。なるほど、なるほど、なるほど。なるほど。四川山椒のしびれが唐辛子の辛みというより山椒のしびれの方がすごい気になりますね。うん、口の中ほんわりと心地よい刺激に包まれます。美味しいね。ちょっと麺いきます。いただきます。中華麺、縮れ麺ですね、これは。具材はですね、これザッとシンプルですね。ネギと、糸唐辛子、あと四川山椒に、こちらの唐揚げですね。唐揚げがちょっと美味しいらしいんで、なんか 100% の植物油でこれをカラッと揚げてるんでね、さすが揚げ物屋ですよ。ぶりで醤油唐揚げですかね。非常に味の染み込んだ、そしてこの辛いスープも染み込んだ、より美味しくなりました。これは合いますね。唐揚げとラーメン正直合わないかなと思ったんですけど、これうまいわ。うん、山椒の香りが。
この唐揚げうまいわ。方のなんかこだわりはなんかお値打ち価格と美味しさっていうのがもっとありましてですね、確かにこのカツ丼もね、うん、そうワンコイン500円、500円でこれ食べれるんでね、非常にこうレビュー見るとね、あーちょっとコスパいいねって、それが結構価値がうまいらしいんですけど、デスボルトの状態は美味しい。さあ、そしたらね、半分ほど食べ終わったところでここで行きましょう。おいからターン。はい、今日はですね、こちらの卓上の、一味唐辛子ですね、こちらの方を使用していきたいかなと思います。はい、まあ、ここからね、ここは十分ね、デフォルトの状態を味わったね、ここからちょっと見せ場を作りたいかなと思います。はい、すがすがしい辛さ、爽やかな辛さですね、山椒で。やっぱりこの唐辛子より今この山椒がポイントになってきます。止まりませんね、これうまいわ。ちょっと止めさせておきます。もうね、ほんのりもう終盤に差し掛かったんですよ。ほんのりね、体の内側からほのかに汗が滴り落ちていきました。うん、熱いね。そして残りスープのみ、最後このスープを飲み干して、この激辛バトルのケリをつけたいと思います。いや、しかしこの四川山椒がすごいしびれる。うん、結構効いてるね。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。カツ丼カツ里さんの、激辛唐揚げラーメン辛さレベル、じゃ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 辛さレベル4でーす。4でございます。はい、まあ、今回ね、うま辛でしたね。本当に、まあ、激辛好きにとってはね、結構うまくて、美味しい、ピリッとこう口の中が痺る心地よい刺激でした。はい、なんといってもこのサクサクの唐揚げが、まあ、一押しですね。やっぱりこの揚げ物屋さんだけあって、非常にお肉の柔らかさ、そして衣が、ね、非常に美味しく、まさかね、唐揚げといったらご飯ですけど、ラーメンにも合うのかと気づかされた一品でございます。今回はね、この唐辛子の、辛味というよりね、この四川山椒のしびれ、これが非常に、口の中を刺激する、ビリビリと刺激する一品だったのではないかなと思います。まあね、結構ね、辛いの苦手な方は、この、味噌チキンカツラーメンというね、これ辛くないラーメンもありますので、ぜひ、挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あの、激辛ブログ、ツイッターもやっておりますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。